はい、どうも。ミュージックマスクラでーす。ジョージでーす。ゆうたです。今回は日常編で、またね、なんかゆるくトークでもしていこうかなと思うんですけど、うん、我々のギターすごくないですか？皆さん、見ていただいて。ね、よくね、街を歩けば言われるわけですよ。街を歩けばっていうか、そのギターすごいですねって結構撮影現場とかでも言われたりするんですけど、うん、ね、僕モデルですっつってね、うん、ドヤっつってできるわけなんですけど、まあ、セミオーダーみたいな感じで、会社と打ち合わせして、ね、作っていただいた僕のシグネチャーモデルは、まあ、ちょっと今日はね、省きます。質問回答コーナーかなんかでもやったんで、またね、じっくりお話しする機会があれば、その時にしっかりと動画でも作ろうかなと思ってるんですけど、今日はね、うちの相方である、ブルタス君のベースもすごくないっていう。なんかうすうすね、みんなこれのヤバさに気づいてきてんじゃないかなと思うんですよ。動画を最近ね、重ねて撮ってるにつれて。なんかこっちのギターもヤバいけど、このなんかベースもなんか、線の数おかしくないみたいな。そこら辺のちょっとね、話なんかもちょっとしていこうかなと思います。うん、まずこれって、フルオーダー？それともセミオーダー？これはセミオーダーだね。セミオーダーなんだ。うん、オーダーってね、タイプが何種類かあるよね。うんうんうん、もう各社、いろんな会社が、このギターのオーダーっていうのを受け持ってるんですけど、まあ、うちの、ESP だったら、まあ、元の型番からあるやつを、打ち合わせしてって、やっていくスタイルもあるし、まあ、ちょっともうちょっとお金を積んでいくと、もう形状とかまで自分で選べる。うん、そう、この間なんかインスタグラムで見たのかな、すごかったのが、ESP のヘッドレス8弦。あって、すごいなと思って。フルオーダーだとそういうこともできるんですよ。今、市販されてるやつだと多分もう全部ヘッド付きなんですけど、あれは多分フルオーダーの人がやったと思うんですけど、そういうね、なんか最近流行り系のギターみたいな感じで、ヘッドレスの ESP、ここになんかロゴがだから ESP の入ってるみたいな感じの超かっこいいのがありました。そういうのもできるんですけど、このベースはメーカーはどこだっけ？これはチューンですね。チューンね。大阪だっけ？大阪の方のメーカーだね。大阪の方のメーカーで。何本持ってんだっけ？ 4 本かな？ 4 本持ちすぎだね。一番最初に買ったのが、最初じゃないや。2本目か。ただ、一番長く使ってるのがチューンのベースで、仕事とかでもね、使ってて、信頼度の高いベースなんですけど。チューンは、オーダーは何本ぐらいしたの？ね、3本かな。3本 ?4 本中3本。まあ、最初のやつは別に既製品なんだけど、うん、在庫がないからって言ってオーダーした形。だから別に、うん、何もスペックとかはいじってない。普通のモデルなんだけど。うん、なるほど。そうそうそう。すごい話があって、あれなんですよ。まあ、我々ね、ずっと幼馴染をやってきてるんですけど、高校生の時かな。うん、一緒にバンド組もうよってなる前か。いつの時代だか忘れたけど、いきなり青い6弦を持ってきたんだよね。そうそうそう。買っちゃったっつって。それでチューンの6弦ベースか。TWX かな ?TWX か、うん。なんか2種類ぐらいあって、そう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 、悩んでたよね、あの時。片方はなんかここまで買ったのがそうだ。そう、買ったよね。まあ他にもいろいろあるんだけども。まあ詳しくはね、僕たちのそのギター紹介みたいな回作ろうかなと思ってて、うんうんうん、そこで持ってきてもらうんで、お楽しみにしといてください。もうね、やばいベースいっぱい来ると思うんで、マスケラ見ていただいてる方の中にベーシストさんいるかもしれないので、うんうん、今日はちょっとね、そういう、もしオーダーを考えてる人がこれからいたらちょっと参考に。そうだね。参考にならんかもしれないけど。まあでもオーダー、なんでオーダーするのかっていうところがさ、あ、確かに。大事だからさ。確かに確かに。うんうん、まあ理想とロマンをね、追い求めてると、うんうん、最終的にオーダーって形になるんだよね。そうだね。それがシグネチャーなのか、別に何でもない普通の自分のオーダーなのか。まあでも、シグネチャーってことだからね。結局はね、まあ。そうね。入り口は違えど、結局、自分がどうしたいかっていうところの方が、やっぱり大事になってくるから。だから、オーダーするときはそうだな。やっぱり、どんなミュージシャンが好きか、誰が好きなのかっていうのが明確に持ってた方が、近づけられるサウンドっていうのは、うん、メーカー側もアドバイスくれたりもするし、すり寄せできるもんね。そうそう、自分がこうかなってスペックだけで見てたとしても、いや、それ違いますよとか、やっぱり経験であるから、向こうのね。なるほど、なるほど。ちなみに今日使ってるベースは、こんな感じの見た目になってますよ。はい。
これはもともと、なんか、モデルあったんだっけ？これはね、ナルセさんの、いわゆるナルチョのモデルで、うんうん、そう。で、ナルチョが、ティム・ボーガートっていうベーシストがいるんだけど、うんうん、その人を、に憧れて作ったベースっていう、なんかいろいろ混ざってる。混ざってるね。そうそうそう。混ざってるね。そう、これの面白いのはね、ディストーションがもともと入ってるっていう、本当はね。ああ、なるほど。だからこれではやると、ごめん、俺音ね、元歪んで音作っちゃってるんだけど、うん、切るとこんな感じ。もともと歪んでるけど、まあまあまあ、でも、要はこれが音作り歪んであげればクリーンで。そう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 。そう。もともとはそういう、機能があるベースだね。で、テレキャスターベースのヘッドに、プレシジョンベースのボディ。っていう、もともとはそれだけの構造なんだけど、それをオーダーで結構改造したものだね。どこら辺を改造した感じなのかな？これは、まずピックアップ。うん。三つに増設して、もともとここだけなんだけども。あ、もともとシングル一つ？もちろん、もちろん。そう。で、フロントハムとリア P。うん、で、これを三つ全部別々で出力する。そこのね、ちょっとワードがちょっと、んって感じだね。今ここにね、編集でんって入るかもしれないけど。三つ出力？そう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 。これ、これ。これ改めて見て、やばくないですか？皆さん。なんか三本出てるんですよ。普通、シールドって一本なはずなんですよ。シールドがね、もう太くてね、これ見える？三本のシールドですよ。本当に、どうにかしたいです、これ。そう。こういうね、大変なことをしてても、まあ、得たいサウンドがあると。そうそうそう。これを三本にすると、うん、どんなことができるっていうか、どんな、ことがいいのかな。まあ、俺はビリー・シーンが好きで、うん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 、やっぱり音作りっていうのは彼から学んだことがすごい多いんだけども、なるほどなるほど。そうそうそう。やっぱり別々に音を作ってミックスさせると、うん、全然今までのベースの考えとは違ったアプローチができる。うん、だから割と、なんだろう、考え方としては、ミックスエンジニアとかの人に近いのかな。そもそも高音と低音で別々で音を作るのね。ああ、それすごいね。なんだけど、ただそれやっただけじゃ、もう飽和してわけわかんなくなっちゃうから、確かに確かに。低音側の方は高音を削って、高音の方は低音を削って。うん、今みんなが聞いてる音は、全部今一気に出てる音かな。そうだね。これで今全部一気に出る音だけど。確かに丸くなる。そう、うん、これだって低音になってて、これがね、高音なんだけどね、軽くなるでしょ。軽くなる、軽くなる。全然低音混ぜると、だからやっぱり低音も大事だしね、うん、どっちも大事なんだね。かといって高音が抜けないのもってなるし、そうそうそう。ってなると、この結構3アウトって割とベースの最適解だったりするのかね。どうなんだろうね。人による、うん、主張が強すぎて嫌われると思う。ここだから許してくれてるけど、なかなかね、見たことないもんね。そう、じわじわね、たまーに聞かれるんですよね、うん。なんかギターの人もやばいけど、ベースの人もやばくないですかみたいな。ライブとかね、うん、えってなるもんね。なるなるなる。最終的には理想はあれでしょ、ベースも3台に分けてね、一個一個、アンプ分けてね、出したいわけでしょ。そこまで来るとね、機材車じゃ収まんないですよ。いや、本当に、そう。うん。ビリーシーンとかね、昔すごいセッティングだったからね、多分、ミキサーのタクのフェーダーで、一人で6個とか8個使ってたんじゃないかな。うわ、録音の時ね。すげえ。ベース1本で。それがあるからのこれなんだね。いや、そこまではしないっていうか、できないけど。まあ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 、まあ。あと多分ね、ベースだけじゃなくて、まあこの画面の向こうの皆さん、うっすら気になってるであろうこととしたら、うん、色じゃない？色。色。まあ、なんで、
ブルータスって言うのかとか、ちょっとね、もう見るからに、もう系統違うでしょ、ここね。もう系統違うのがいるわけなんですけど、で、どういう風にそういうのに至ったのかな、みたいなやつはね、うん、ゆっくり深掘りして話す機会があったら、ねうん、まあ、それこそライブ配信とか、そういうのでしたいなとは思ってるんですけど、ちょっと軽くね、このカラーホーダーの、ちょっとなんか仕様的なやつ、うん、話してもらえないかなと。カラーホーダーはね、まあ、色に関しては、青なんだけども、うん、後ろもすごいよね、これね。後ろまでしっかり塗ってある。ネック裏。すごい、これ。白。ネット裏。で、白のストライプだね。ね、この白ストライプって結構、ブルータスのなんかテーマっぽいよね。そう。すごくね、好きなんですよ。うん。子供の頃に憧れた車があって、結局買えないんですけど。高くて。高いし。なるほど。高いし古いし。車から来てるからね。そうそうそう、うん。まあでもなんか自分の私物をそうしたいなっていう夢がね、昔からあったんだろうね。確かに。だってもう、グルーブギアもストライプ。これもね、これたまたま出てるし。ストラップもストライプですからね。そう。そう帽子もそれにしちゃったから最近。気持ち悪いって言われる。全部ストライプ入ってるみたいな。で、こういうのがやっぱキャラクターを作り出すわけですよ。ね、我々別に全然知名度ないですけど、例えば僕だったら一応 Google で筋肉ギターって入れると、最近日本限定かもしれないですけど、うん、筋肉ギターって入れると僕の本が出てくるんですよ。うん、すごくない？ザックワイルドよか先に僕出てくるからね。やっぱ筋肉ギターって言ったらね、ザックワイルドとかね、有名な人いっぱいいるけど、うん、筋肉ギター道場って本を出したおかげで、僕だったらもう筋肉ギターってのが定着したんですけど、こっちの人だったらね、うん、もう、青で、もう一発で見たらわかるじゃないですか、街中で。青い人いるみたいな。でも、そう。そう、青、なんかね、ここまで振り切ったのは、割と10年ぐらい前なんだけど。意外とそう、最近なんですよ。でも筋肉と同じぐらいだよね。そうそう、確かに。そう。だここ二人は、これになる前を知ってるから。別に普通の。普通か。うん。確かに。まあそういう話もね、お用意していこうかなと思います。ここにね、至った経緯っていうのをね、ちょっと皆さん絶対知りたがってると思うんで、昔の写真なんかもね、うん、用意しながら、ね、みんなでね、なんか、画面の向こうでみんな飲みながら、適当に、そうだね。睡眠 BGM にしていただけるようなやつっていう感じです。でも、うん。やっぱ好きだとなるよね。そう。やっぱそういうね、なんか好きこそ、ものの、うん強みなれみたいな感じで、やっぱ突き詰めていくとそうなっちゃうんですよ。うん、まぁ、あ、ちょっと僕の話だと、このギターは完全に緑主体じゃないですか。後ろも緑。うん、やばいですよ、これ緑と青が並んでるんですよ。なんかもう森と川みたいでしょ。森と川みたいってなってて。緑ってね、なんかやっぱ最初から言われてたのが、なんか若干、まあ売れにくい色みたいな、楽器業界で言われてたんですよ。うん、そのイメージを払拭したいなと思って、すごいかっこいいじゃないですか、これ。ね、緑なんですけど、かっこいいっていう。まあ選択肢としてね、かなりありかなっていうのがいっぱい増えてくるんで、うん、オーダーメイドってね、面白いですよ。っていう話をね、緩くしてるけど、結構話しちゃったな。時間経っちゃったね。いや、こういう話尽きないんですよ。いや、本当にそう。そう、一本の動画じゃ収まんないんで、今日はね、軽くね、ずっと、マスケラー見てくれてる人は知ってると思うんですけど、最近ね、見始めた人は、この青い人何って思ってたと思うんで、ちょっとね、解説していこうかなと思ったわけですよ。よろしくお願いします。こんな感じでね、やばいベースとやばいギターでやってるチャンネルなので、お楽しみいただければなと思います。はい。この動画が面白いなと思いましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。